どうしよう、これ一回入るだけ入ってみます。ちょっとそうで最初に止まるところを確認した方がいい、うん、あブレーク担当はね大変、あ大変なんだ。そうアタッカーとか超楽、これで入ってマップ開いて、うん、光るリーパー止まるところを確認した方がいい。絶対右斜め上だから、右上、そう右上の方、あここら辺、そうそこ、ああちょっとなんかいつもと違ったけど、ここまあでもそんぐらい大体ここ、そこ、あもう HP ない、そうこの辺で止まるから、ここね、ここで正面に立つ、ね、なるほど。でこれに間に合わせるために走るのよ、うん、ブレイク担当が、あブレイクしてるもん。でここでブレイクしたらアタッカーの方は骨組みの方あんじゃん、うん、あれでハゲがさいくつかあるじゃん取れるところ、だからそれで全体攻撃を打つと、うん、3箇所とか4箇所っていうのを全体攻撃で打てんの、だからそれでアタックを仕掛けていく。次どこ行くんだろうこれ、えまあ復活でいいんじゃない、ああ復活か、機関だと、いや違うリーパー次どこ行くのかなと思って、あ次大体確か左側の真ん中よりちょい下ぐらいだったと思う。へえ、ミスったら1回目で無理だったらここ、2回目そっちを目指す、あそこ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 、あここら辺、その辺、へえ面白い。桜色のカラス止まる場所の位置がずれてタラサーバー変えるといい、あずれてることもあんだ、あそうなんだ、それは知らんかった、それは知らなかった、そこはそれはつうか全然知らんけど、パーティーメンバーが入り遅れると場外にいるっていう時はあるけどぐらいじゃん。そうなん、あとはアタッカーがガンガン仕掛けてくれれば早いパテなら最初に止めたとこで終わるし、うちで最速が26か28秒ぐらいで、円みたいなパーティーだと十何秒で終わる。え待って、開始十何秒で倒せちゃうの、あれ倒せるよ、やば、異次元すぎてやば。え、だって俺レベルで一発撃ってスイッチで800万かける3ぐらい出るんだよ。やばいね、それは。700何十万とか3箇所みたいな。だ円とかだったら1000万かける3とか、この前のさ、バースデーエギラあったじゃん。うん。あれって安定はしないけど、4箇所巻き込めんのよ。だ1000万かける4ってなったら4000万でしょ。かけることの4人でしょ。うん。それは終わるでしょっていう。それでみんなイギルバースでどうしても欲しいから、うんぬんかんぬん言ってたのか。あ、そうそうそう。しかもあれ闇じゃん。闇小春も全体攻撃じゃん。うん。モッドの。2枚持ちできるっていう。これリーパーの片手直剣編成ってこれも、なんかスキル持ってない人はどうすればいいのこれ。マンオブくらいしかさ。最悪1枚でもいける。1枚でもいける。他のスキル何にすればいいの、そういうブレイク担当。だまず下2つが縦でしょ、何でもいいから。あ、縦、これさ、縦傷とさ、このユナどっちのがいいの、縦傷の方が、ヘイトは取れやすいから、うん、あ縦傷の方がいい。なるほど。でも何もない人はどっちも持ってないし、うん。そうだね、これどっちもない人は。サチってバフだっけ、サチは、これでいいじゃん。これに何も持ってない人はこっちになるんだ。そう。で、2枠目は、まあ、ブレイクゲーって増加量が多いってやつ、なんかしらなんで、うん、無理ならもう無理だよね。セシウムスイッチ増加でええやん。あ、そうだね。セシウム9やったらな。うん、まあいいんじゃん、これで。グラムハヤブサのヘイト、何回か前のメンテナンスでかなり弱く修正されてたりする。あ、そうなんだ。全体攻撃、これ2つあるけど。あ、これでいいよ、いいよ。どっちの方がいいの、これ。あー、そういうことか。あ、これ全体攻撃だけど。覚醒の方。覚醒の方。うん。あ、これでいいのか、じゃあもう。で、アビリティ。で、パワーライズとかいらん。パワーライズいらん。もう回復か、防御。回復のがいいとは思う。回復。最近の感じだと、戦線維持か。これ？そう、戦線維持が強いし、うん、あとは、ヒースのハイバトルヒーリングとかじゃん。ヒース？まあ、あとは、これ何も持ってない人は、この星3以下でなんかってこと？あ、だとしたら、これ？キリットの星3。いや、それじゃなくて、これ、防御力上がるし、一応ヒーリングだから。なるほどね、タンクみたいな。まあでもそこまで持ってないやつ。セシウム星3でスカルに来るべきではない。まあそうだよな。そうだよな。うん、全く持ってないやつが、スカルリーパー挑むことは多分ないと思う。うん、確かに。だからロッソを進化させる前提じゃん、最低でも。そうだね、そうだ。ってことは、まあナーシャぐらいはなんとか倒してきたっていうレベルだから、うん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 、多少は揃ってるっていうのいいじゃん。なるほど。そうだね。まあちょっとギルカツで行くときに初心者で来るっていう場合はあるかもしれないけど。うん。まあ、確かに。セシウムその場合は散歩してろて。そう。確かに。そうだね。あと一枠なんだろう。起炎優位。起炎優位。まあ、それも 75% 以下で回復するから。こんなんでいいんじゃない？回復アイテム強化とか？あ、まあそれでもいいと思う。回復を優先するか、防御を優先するかは好みでいいと思う。ああ、俺好みだと回復かな。こんなとこじゃない？
うん。再建がいいのかな、斧がいいのかな、裏。裏いらん。裏いらん。これだけでいい、直剣やる人はこれだけだから。あ、そうなの？うん。だって直剣ブレイク狙うわけでしょ？うん。直剣でマンオブでブレイクできるわけ。あ、もうそれだけやってればいいんだ。そう。あ、そうなんだ。で、ダのブレイクが来るんじゃん。うん。ディアビルとサチを撃てばいいだけ。あー、そうなんだ。で、ポイントはずっと正面にいること。あー、もうブレイク担当はね。そう。で、火力は胴体の方に。胴体は行かなくて。あ、火力。あ、もう火力の人らがやってくれるから。そう、火力の人は、そうなんかなって。だからなんか迷惑な話だと、ブレイク担当してんのに、うん、ブレイクしたら、うん、胴体の方に移動して、お茶会打ってやつとかいたのよ。いるいる。うん、なんだけど、面白いな。お茶会でダメージ出ねえだろ。お前動くなと。むしろ怒られて、私と同じポジションにいてくださいって、レイキアさんと。だから、もう、ダメージは考えなくていい。なんか、俺の持ってる再建スキルはなんか、ブレイクできそうになさそうな感じがするんだよ。バルコメ、スパコメ両方ない。ない。天使アスナもない。ないと思う。ないないない。まあ、そういう人は、直剣？レイピア無理ですでいいんじゃん。無理です、だから直剣みたいな感じか。そうそうそう。へぇー。いや、スカルリーパー6人で組んで、一人もレイピアできないってことはまずない。あー、なるほど。もしそうなったら、もう諦めろ。あー。じゃあそのさ、再建ブレイクの時が来た時にさ、なんか何もしないっていうのもあれだから、うん、とりあえず、その再建のさ、適当にこういうやつさ、入れといてさ、少し、まあ、あんま変わんないと思うけど。セシウムむしろレイピアブレイク。何もしなくていい。辛辣だけど、そういうのでしかブレイクできませんって人は、そもそも間に合わないから。もう待って、SP 貯めといた方がいいみたいな、クールタイムとか。うん、っていうか、だとしたら、レイピア担当2人作んないと。うん、あー、そうなんだ。うん、だって、まあ、ブレイクゲージ増加量がないとしても、うん、2人でレイピア打って、八方崩し2人とも持ってれば、まあ、頑張りゃいけるかもしれんっていう。なるほど。じゃあ、裏も、偉人内でも敵のようにこれでいっちゃっていいの？桜色のは直剣担当。まあ、強いて言うなら、ひるみ体制が欲しいってぐらい。ひるみ体制か。なるほど。作詞とかがそうである。作詞は持ってないけど。あ、いや、だとしたら、セシウム信じれない逃げる。あ、トップスピがひるみ体制。いや、バフがいい。トップスピとか、打ってる間にブレイク来たら困るから、うん、入った瞬間ぐらい。ひるみ体制これになっちゃうけどな。まあでも30秒で終わんないから、うん、もうなんかそのレベルなら、いらんやろってレベル。あってもなくてもあんま変わらん。それだったら、例えばそのスイッチゲージ増加量が多いやつとか、裏に入れる。いや、裏に変えてる暇がないと思うよ。そっか。もうずっと配布させてんだから。なるほど。あ、そう、そっか。そしたらあれか、裏探検にし、あ、直剣でハヤブサしてればいいのか。そう、もう、変えてる時間がもったいない。あ、じゃあもうずっとこれでいいのね。そう、もうずっとそれ。じゃあもうこれで変えないでいっていいのね。そう。セシウム金剛。金剛ない。金剛は習得してるけど、そうそう、あんま上げてない。裏斧で。切り替えりゃいいね。あ、じゃああれか。裏斧で、防御力高めるやついっぱい。セシウム金剛はすぐ上げた。金剛。俺もなぁ、上げないとな、金剛な。いや、俺、猿の編成とかも崩しちゃったわ。どうする？これさ、野良で募集するとして、火力求むとか書くの？これ。いや、まあ別に普通に。うらら自分再建ブレイクできますよ。スカルリーパーで募集しちゃっていい？これも。火力求むって入れた方がいいの？これ。ここで集まるんだったらここでいいんじゃん。今誰がいいの？あー。二人ほど、自信がある方も、二人ほどすごいのがいるじゃん。マジですか？俺が知る限り。とりあえず募集してるんで、俺こっちがうららさんだと思った、これ手前の方。こっちなわけないよな。こんな格好してるわけないもん。なんか、並んでて、あれこれ、どっちだっけ？どっちだっけ？あれどっちがどっちだっけ？みたいな。多分これ持ってる人だったらやんないと思うんだけど、うん、ブレイク担当で、パワーライズ4とか入れ出したら、うん、バカ。それブレイク担当のつもりじゃないじゃん、もはや。いや、もうだからちょっとでもダメージを出そうとして頑張るんだけど、お前死ぬよっていう。防御下がるし、なんか桜色のカラス、ブレイク担当とは。ちょっと聞いていい？メイドコハルと、うん、去年のバースデーのリーファどっちのがいいんだっていう。きなこメイド。あ、オッケー。海にイスカルってクリティカル出ましたっけ？イスカルってクリティカル耐性は、クリティカル耐性はないのかな？なんか書いてないね。耐性の欄にクリティカル発生っていうのがない。セシウム作詞で楽繰り返し出るぞ。へぇー。おちゅうさん、ブレイクの仕方は大丈夫？
ブレイクの仕方は、まあ、ブレイクさえまでたら、とりあえず、このマンオブ打てばいいってことでしょう。そうそうそう。とりあえずさ、一回ロード見たいから、全員タイミング合わせて入らへん。おー、それで、うららさんと、もちゆきさんが、最初に入れるかどうか。タイミングってどうやって合わせてんの？スタンプ？ミラティブやとあれやから、スタンプ消えたら話しかけかな。なるほど。オッケー。とりあえず一回見るだけね。はい。どうする？これ最後の一人はいなくてもいける？あ、いける。ロード見るだけでいいから。あ、そうなの。じゃあ、うん、じゃあ俺スタンプ打つ。はい、お願いします。じゃあ打ちます。消えたら入るってことですよね。はい。よし。じゃあ打ちます。よし。で、これで話しかけて入ります。どう？俺とうららさんが早かった感じする。うららさん、結構早いね。うららさんは早かったけど。早かったね。もちゆきさんより俺のが早かった。あ、そう？マジで？まあでも、そんな差はないから大丈夫でしょ。うん、大丈夫？まあそうね。合わせるとしても、ちょっと遅めに入ればいい程度して。おアタッカーは。アタッカー3人か。まあいけるやん。いや、10何秒は入る。1分ぐらいでいけんじゃない？どうします？もうやっちゃいますか？やっていいと思うよ。うん。で、なんだっけ、入ったらすぐ右上だっけ？右上の方に。え、その後は、追いかけるときは来ないかも。いや、ブレイク。追いかける。追いかけないで、決める気でやるし、うん、もし、うん、なっちゃったらなっちゃったで、うん、真ん中ちょっと左ぐらい。あー、なるほど。これ入るタイミングとかって、毎回こうスタンプ打ったりとかするんですか？いや、再挑戦は普通。普通に入っていいんですか？もう、うん、合図とかしないで。うん。あ、じゃあ、入ります。で、入ったら、右上、クッと、右上。あれなんか食らった。で、なんだっけ、これ、あ、オートタゲ設定じゃない。俺さ、このさ、はやぶさ苦手なの、何、あ、これどこ追いかけ、あ、画像付けだ。こうか、よし。で、これ、ブレイク、中ってなんかスキルとか打たなくていいの？なんか。あ、もうツンツンしてていい。ツンツンしてていい。これ攻撃来たら避けた方がいい。あー、死んだ死んだ。え、死んだ。え、すいません、死にました。攻撃来たら避ける。出るね。今避けたよ。どう、すいません、本当に。え、わかんない。え、これで避けた方がいいよね。だって、避けないと死ぬよね。いや、死んだ死んだ。あえ？ブレイクの攻撃が来た時は、例えば自分のブレイクじゃない時は、もう相棒がやってくれるっていう風に信じるしかない。うん、なるほど。まあ、避けるっていうのも手だけど、うん、で、あと他の攻撃、なんか手振ってくるやつとか。斜めから殴ってた。斜めから殴ってた。あ、じゃあダメだ。真正面じゃないとね。そういうことか。もうずっと避けない。でっていうのが前提、なんか避けないといけないのかなって思っちゃって、どういうことと思って。多分、これオートタゲ設定になってなかったから、タイマーがあるのかどうか分かんなかったんで、多分。とりあえず帰還して、帰還していいですか？すいません、本当に、うん。斜めはね、動いちゃうきっかけになるから。これオートタゲ設定さ、外れてんの忘れててさ。死にそうならもう、オーションガブ飲みしかない。逃げていいの？なんて。自分のブレイク担当じゃなかったら逃げていいの？ノラ信用したらあかん。ノラ信用したらあかん。ノラ信用。ギルメンとかだったら俺信用してるけど。なるほど。ノラのよくわかんないやつだったら、危ないかもしれない。うん、確かに。ああ。はい、じゃあ入ります。セシウム角が立つんやったら斧持って。ああ、なるほど。マップの右上。マップの右上、ここら辺かな？あれ？あ、どこ行く？どこ行く？あ、これはしょうがない。あ、もう、あれか？あ、行き。あれ？あ、あれ？あれ？え？遅いともう間に合わない。遅い時は諦めた方がいいの？諦めた方がいい。あー、すいません、ありがとうございます。これは、正面に戻って、うん。倒しきた。あ、リピアなのにやっちゃった。あ、いいよ、もうやっていいんやで、全然。あ、すげえ減ってる、やば。あー、ちょっと早く進んできた。回復しよう。あれ？え？もう倒したの？強っ。やば。え？で、これで再挑戦ってこと？そういうこと。やば。でも火力どんぐらい出てんのか、なんか数字が見れなかった。うわうわ、なんかいっぱい出てきた。何これ。じゃあ、これ出れるね。俺とかはこのタイムに慣れてる。再挑戦か。これで。きなこさんとか海さんは、おっせーってなってると思う。これで？これで遅い。いや、ほら、俺はさ、うちはさ、中堅ギルドだからさ、いや、こんなもんですよってなるけど。うん。ずれてるな。
もう、きなこさんとか海さんとかさ、ギルメン全員強いから、うん。あみたいな。マジで俺もさ、一回さ、長期戦みたいなのさ、経験したからさ、最初、マジで倒せなさすぎて全滅したりとかあったから、弱い人ばっかで。それあったから、もう、倒せるだけでものすごいさ、はいやはいやみんなすごくねだうちで最速が26秒とかえあ、もうこれ。ドリンクルとか10何秒とか。やば。え、もうこれならなんかフロアボスの。そういうとこだと10秒台。え、これさ、もうさ、普通他の層のさ、フロアボスより倒すと早くね？え、だって迷宮って。桜色のカラス餅ゆきさん、いいリアクションしますね。はい。いや、だってクソ早いじゃん。あ、リピアじゃねえや。はいや。1234です。シュクリームが流出しました。あ、打属性頼む。もう、あ、これ逃げちゃダメなのか。すげえみんな強すぎじゃん。やば。あ、なんか。ある程度、ブレイクしてもその耐えれるだけで HP があれば、うん、まあ、そんなにスキルがないって人でもブレイクはできるよねっていう。なるほど。タイマーが。ちょっとこれ終わったら一回切るね。あ、大丈夫です。よしよしよし。え、あれ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 、え、あれ、え、石油正面でやるなら究極ハヤブサやなくてエールやない。今変なとこにだけ取れ、すいません本当に。やべ、これ、やられっとマジで申し訳ない。ありがとうございます。これさ、正面タゲ取りたいんだけどさ、なかなか。セシウム自動追従切ったらエールやない。アプリと落ちる。自動追従を切ればいい。あー、危ない危ない。あれ？あ、これエリアの外出ても何、何食らうの？え？セシウムや。今外出たよ。桜色のカラスちょっと判定怪しかったですね。セシウム判定がシビア。あ、そうなんだ。おー、なんかもっとさ、すげえ時間かかるんだと思ってたんで、総力戦っていうぐらいだから、こんなさすぐに倒せると思わなくて。セシウム道殴りのおかげや、桜色のカラス兵器を集めやすいスキルを当てておけば無理して、はやぶさしようとしなくてもいいかも。マジで申し訳ねえ、これ何これ。やばすぎるよ、ほんとに。あれこれセシウム攻撃しないとブレイク何か見えんよ。あ、そうなの？攻撃しないと見えないの？セシウムせやぞ。セシウム範囲でかいやつ肌。あ、そうなんですか。範囲でかいやつだ。へぇー。マジで勉強になります。セシウム小さいやつは直剣かレイピア。あ、間違ってレイピアなのに直剣打っちゃった。セシウムめんどいから撃ってもええぞ。めんどいから撃ってもええぞ。なるほど。撃っても、もし直剣だった場合に撃てなくて何もできないよりは、撃った方が。セシウムブレイクスキル2枚あるならな。2枚あるなら。え、これ、ん？次どこ行くの？どこ行くの？あ、あ、間に合い。お。おー、すげえ。リーパーが動いたら普通に追いかけていいってこと？まあ、それはもう、ノリだから。ノリ？そこからもうノリ？俺はまあ、ああ、動いちゃったか。じゃあ追いかけっか、ぐらいの感じだけど。でもなんとなくこっち行きそうだから、ここで待ってれば良さそうって、なんとなくわかりそうな気はするけど、そうそうそう、なんとなく。あ、こっち。くるっと回ってくんな、ぐらいの感じ。なんか進行方向こっちだし、こっち行くか、みたいな。あとはその胴体、あの、火力組が胴体にぶっ放すときは、その、全体攻撃？そうだね。オノモットですか、やっぱり。一番理想なのは、海さんの編成じゃなかったかな。海さん。海さんかな？なんか機体持ちしてる。海さんの編成見ていい？これ。海にいいよ。ありがとうございます。これ多分。これ？さっき言ってたやつ、これ。広範囲の。うん。エギルはトレイン入れてるじゃん。うん。で、あ、ほんとだ。小春は、ラブシックルと、ブラックエクスプローラーと、おー。トラップクッキー。おー、これもかなり強いやつよね。全部揃ってる、さすが。で、シノンの弓は、これは多分、青バラキリトのために入れてる。あー、なるほどね。青バラキリトで、これ闇属性だから、これら。そうそうそう。ってことですね。で、友情は何？クリティカルのため？クリティカルでしょ。クリティカル。心眼やし。心眼であげてるんだ。俺結構非戦とかであげちゃうんだけど。心眼、あ、心眼、ね。まあ、これ好みかな。へぇー。海ちゃんは、回復は何で積んでんの？
あ、そうだね。起炎優位とか。アルゴのさ、バレンタインのやつがあるから、自分の自身の HP 回復しなきゃいけないの、ね、よ、うん。だからアビリティでなんとかしてるよね、多分。うん。これ、有名だよね、この。海に行くだけの意志を積んでるよ。あ、やっぱ、これか、起炎優位。アタッカーはやっぱちょっと持ってる人じゃないときついね。起炎優位で。だこれは、30% は回復する上に、HP が 75% 以上だと、攻撃力が 20% 上がるから、20% 上がる覚醒スキルって、めっちゃはないじゃん。うん。ましや回復するなんて。なんでこれがいいってことじゃない？で、残りは、青原キートと、うん。あ、そっかそっか、それもあんのか。アビリティは、青原キリトと、パワーライズ4が入ってるでしょ、うん、で、残り1枠を何にしてるかだよね、うん。残り1枠は、クリティカルとかを出さなくていいんで、うん、シンプルに行くなら、歴戦シリーズとか。なるほど。まあ、回復が足んないんだったら、噴光のなんかを入れてるってことじゃない。最後の1枚はちょっとわかんないな、俺も。好みレベルだし。あれ強い盾やったら、配布優位でしょ。これか。そうだね。強い盾だったら、配布優位。あの、スイッチ貯め、最初から貯めて、あワン1スキル周りぐらいで終わる。配布優位入れてるよ。あ、そうだね。スイッチすぐ打ちやすいように。うん、それでも、十何秒で回れる盾だったら、そうってだけで、うん、うちみたいな中堅だったら、まあ、そんなにかなって感じだけど。へぇー。俺スイッチ溜めやすいようにノワール入れてる。が入出しました。もうやっぱあれだよね、配布優位って短期決戦にいいって、うん、よく言うけど。スイッチが打てるから。やっぱそのパーティーの強さに応じて変わるんだね、スキル。多少ね。多少。あ、でもスカルリーパーで、配布優位入れれるようなパーティーって、うん、マジで強いよ。もう円とか。まあ、海さんがいるツインクルもそうだろうし。トップレベルの方々。セシウム流れで85頼む。コラボ落ちまーす。はい。お疲れ様です。ありがとうございました。リーパーさっきまでのでいいの？その、なんかてっきり俺もっと細かく何かしてほしいってことなのかなって思ってたんだけど、その前ジョージさんとかに言われたからもっと細かい、やり方みたいな。セシウムタンク数回しか言うて、アタッカーがめっちゃ強かったからってのあるよ。そうそうそう、アタッカーめっちゃ強かったからすぐ終わったけど、これ他になんか言うことあるのかなっていう前にもう倒されちゃって、これな、何解説すればいいのかなっていうのがあって、例えば、トキがいる、武順さんとかだと、3分ぐらいかかるらしいんだよ。うん、あ、でも3分で倒せちゃうんだね。あ、倒せる倒せる。すげえな。むしろ3分で、って言われると、うん、ちょっと遅いなって思うレベル。うん、リーバーは、うん。やってるギルドからしたらね。うんうんうん、だからノラで、TP 制限してるところ、うんうん、だいたい18万ぐらいかな、みたいな。クスノキリッカが流出しました。まあ、1分から、遅くても1分半ぐらいで終わる。へぇー。1分半。セシウムザコは来るな。で、動画最後に言うと、登録者増える。もうなんか、いかに、いかにあれでしょ、さっきの火力がものすごかったかって話でしょ、その、そういう中堅のギルドに比べる。まあね、ただ、ブレイク成功してるタイミングだけ、うん、あの、火力高いんだよ。あー、なるほどね。だ刻印が入ってるようなもんなんよ。うんうんうん。だから、なんだろう、100万ぐらい出せる人だったら、うん、まあ、2、300は出るんじゃない？なるほどね。で、俺で調子いいと700ぐらいだから。うん、へぇー。それがかける3とかになるの？そういうこと。だから、俺一人で2100万出してるってこと。リーパーって HP いくつだっけ？ 1 億。1億か。かなり削れんだね、もう。セシウムヒオノで頭殴っても、まあ倒せんことないぞ。あ、そうだね。うん、あの、例えば全体攻撃の、オノモットがなくても、うん、あの、火のオノモットとかがあるとするんじゃん。単体攻撃。うんうん、マジョリーファとかがそうだよね。マジョリーファあれか。うん、多分、一発分だけど、うん、俺で900万とか多分出るから、うん、それでちょいちょいやってもまあ3分とかあれば倒せんじゃん。うん、これか。そう。無理な人はこれで、うん、一番いいのは、エイルのバースで。握るのをさっきのこれ、はい、こんばんは。やっぱ、こんばんは。これ、広範囲だから、かなり。そう。あと、メイドの小春。メイド小春、どうもこんばんは。これね。と、うん、今使ってる人はいなかったけど、うん、バースデーの去年の、うん、風モッドのリーファー。あれも全体攻撃だから。これ？これ。ジャッジメント系だね。ただ、範囲がちょっと狭いのよ。あ、そうなんだ。ちょっとだから入れづらい。うん、それでこの前、あ、でもこれ単体？ただ、斧の小春よりも、効果良さそうだったから、うん、さっき、あの、きなこさんに俺聞いたのよ。どっちがいいって。うん、でも小春の方がいいって、だから小春にしちゃったっていう。うん、
これも一応全体だね。あー、みたいだね。これ多分でも範囲かなり狭いんじゃん。あー、そうなんだ。あ、でも前方円形中範囲か。グリーディーってあれでしょ、あの、ラブシックルみたいなやつ持ってないんだ、俺。だっけ？範囲めっちゃ狭いらしい。お米ちゃんがいる。お疲れ様です。セシウムオのリズ土一緒。あー、はい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 。ラブ、あ、これもグリーディーだ。ラブシックルとか、ヒラヒラパラソルの、これ打つと、分かった分かった。ドーン、ドーンってやつ。これグリーディ。でも狭いんだ、それ。狭いね。うん。だこれだと、3発分入んないっていう。狭すぎて。やっぱこれが、かなり理想的な方なんだね。そう。だから、エギルと、メイドコハルと、ちょっと妥協で、リーファバースデーのやつ。うん。これね。でもなんか効果ちょっと強そうだね。それ。なるほど。この辺があればってことじゃん。へぇー。でも多分、そのまずブレイクがきついとかっていうギルドだと、あの斧のさ、アルゴの獅子舞のやつ、あれを使ったりするんじゃない？斧アルゴの獅子舞のやつ？うん、これ。これもいいの？ブレイクゲージ増加量が多いから、だからそもそもダがないですみたいなところはこれ使うんじゃない？あー、なるほど。で攻撃するときは全部ブレイク中だから効果が。いや、ブレイクゲージ量が多いってとこね。あ、そこ？あ、そっちか。うん。まあ、ブレイクできないならね。そういうことね。そっちね。とかでやってる人もいるけど、それはもう本当に4分、5分かかるようなギルドとかじゃん。うん。だから、やり方もそもそも知らないっていうレベルかもしれない。うん、なるほど。リーパーはこんなとこじゃない？大体もう、そんな感じなんだね、もう。セシウムむしろ自分で行って、規制して学習しろ。規制学習。いやでも本当に知らない人とかだと、うん、あの、TP が高くても、お前やり方知らんのかいみたいなやつ結構いるからね。うん。まあそういう人よりは低くてもやり方知ってる人の方がブレイクしてる。あ、全然。から、だからなんか、ダは無理だけど、うん、あの、初見ブレイクやり方分かってますっていう人の方が、うん、ありがたい。それはもうむしろ規制じゃなくてちゃんと役に立ってるって話でしょ。もうブレイク担当が。そう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 。だからなんかあれっすよ。直近ブレイク、自分できますっつって、あのスイッチはお茶が入れてるやつを見ると、ああ、ってなるよ。ブレイクする気ないでしょって。ハイフバーストキリト。あ、そう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 、そういうのいるんよ。わろ。あ、火力求めって言ったらそれくんの。そう、だから、それを見て、あ、終わったってな。それは、んー、まあ、その人にとって火力が出ると思ってきてる。ひなこそれで、影取っていくの。胴体に、あ、胴体とかわかんないのかな、その人は。そういう人。いやだから、あれだよ、なんか、ストーリー。うちだと、あの、トータルパワー制限しないでやっちゃうと、うん、直径持って、うん、バーストのキリと持ってて、おっ、なって、これ、おトータルパワー8万、うん、わ、せいやな、みたいな。でもさ、今さ、トータルパワー制限ってさ、あれじゃん、なんか、トップレベルのトータルパワーまでカバーされてないじゃん、あの、募集、その数値がさ、トップレベルまで高い人までのさ、数値にさ、範囲取れないじゃん、なんか。たまに人来なさすぎて、うん、しょうがねえからトータルパワー制限外すかってなって、うん、で、ワクワクしながら待つじゃん。うん、で、来たら、20万とかが来たら、うん、で、持ってるやつが来たらスキルね。うん、あ、これは優秀ってなるけど、うん、8万ぐらいのが来て、うん、直剣のバースト持ってるやつが来て、うん、わー、来ちゃったよ、せーみたいな。まあ、ブレイクできんならいいけどって思うけど、うんうん、8万の人がブレイクない方を知るわけがない。ひなこそ、子は防具変えて調整したらええやん W。あ、そうそうそう、ね、防具変えて調整して入るしかないじゃないですか。いやでもさ、ひなこさん、うち TP さ、18くらいから応募してこないとかない。だからもう、防具で調整しても15とかなのかな。15とかになるかもしれないけど、もう15以下させなさい。時間になってくるんだね、何お米ちゃん。トータルパワー制限かけんな。節制させなさい。いやでもお米ちゃんさ、自分も規制される側やん。俺はかけるけどな。お米ちゃんの